ェンダー平等社会の実現がうたわれています。ジェンダー平等社会というのは、社会的な差別をなくして、みんなが自分らしく生きられる社会のことです。野党4党は、野党4党、立憲、共産、社民、れいわ、その4党は、そのための政策として、選択的夫婦別姓制度や LGBTQ の平等法を成立させる。女性に対する性暴力根絶のための法律を整備する。家族制度や雇用制度の法律を見直す。保育、教育、介護などへの公的支援を増やす。議員の男女同数化を進める。などについて合意しました。ところが、ジェンダー平等ランキング、日本はなんと世界で120番目、大変遅れています。自民・公明政権が遅れの原因を放置してきた結果です。男女の賃金格差は先進国で最悪です。この中では女性が真っ先に解雇され、育児や家事、介護、外出、自粛の負担など、女性にしわ寄せが集中しました。夫婦同姓を法律で強制しているのは、世界で日本だけです。女性が利益を被ることが多いので、国連女性差別撤廃委員会は、たびたび法改正を日本政府に要請しています。ところが、自公政権は明治以降の家族制度にとらわれて解決することができません。私たちはジェンダー平等を世界最悪クラスに落ち込ませた自民・公明の政治を変えて、ジェンダー差別をなくしていきたいというふうに思っています。自民・公明政治のしわ寄せは子どもたちにも及んでいます。高校生20人に1人が祖父母の介護に、または親の介護に追われています。親の介護をする優しい子と見られがちですが、大学の進学や就職でも自分の思い通りにならない、そういう問題が起きています。ヤングケアラーを支える、そんな政治が求められています。保育園落ちた日本知念、あれからもう5年です。待機児童ゼロは実現していません。確かに保育園は増えましたが、庭もない、子どもたちがぎゅうぎゅう詰めで外で遊ぶこともできない、そんな保育園も増えています。待機児童も解決が急がれます。ごめんなさい、児童虐待もコロナ禍で増えています。先日3歳の子が熱湯を浴びせられて亡くなるという痛ましい事件もありました。児童相談所を増やせば解決するわけではありません。相談員の人数を増やしたり、やはり人を増やさなければ対応できません。学校では一人一台タブレットが配られました。一人に一台タブレットを配ればそれで良いというわけではありません。子どもたちは家の中で学校と同じように勉強することは難しいと思います。少人数学級を実現し、一人一人に寄り添う教育が求められているのではないでしょうか。どれもこれも今話したことは、みんな政治が解決しなければならない問題です。
市民連合は野党と力を合わせて政治を変えます。ジェンダー平等を実現し、すべての人の命を守るために政権交代を目指します。今度の選挙で自民公明の政治を変えましょう。ありがとうございました。憲法を生かす会の伊藤さんからの訴えでした。私たちは市民連合太田の会です。10月19日公示、31日投票で総選挙が行われることが決まりました。コロナの感染が拡大する中、オリンピックを強行し、終わったら今度は総裁選挙に明け暮れ、野党の求めている予算委員会も開かず、国会を軽視した自民公明の政権、これを変えましょう。みんな選挙に行きましょう。ボロが出ないうちに総選挙になだれ込もうという、こういう自民党公明党の作戦をチャンスに変えて政権交代実現しましょう。次に訴えていただくのは、フェアな民主主義大田区議会議員の那須理恵さんです。よろしくお願いします。それではご紹介いただきました、大田区議会議員の那須理恵です。無所属で大田区議会の中ではフェアな民主主義という名前で活動しています。皆さん、今日本は民主主義なのに公平な公正な政治は行われているんでしょうか。区議会議員私那須理恵は、政治をもっと公平に公正にしたいという思いで、フェアな民主主義という名前をつけています。もうすぐ衆議院議員の選挙があります。今回自民党は総裁選挙をして内閣総理大臣を変えました。その時、今首相になっている岸田さんは何と言ったかご存知でしょうか。新自由主義的な政策を転換すると言ったんです。これは非常に重い言葉だと思います。自民党自らが小泉さんが進めてきた新自由主義が問題があるって言ったということではありませんか。しかも多くの国民が今新自由主義的な政策を進めたら自民党を支持してくれなくなる、そう思ったからこそ新自由主義的な政策を転換するって自民党が言ったわけです。私はこのことはとても大きな変化だと思います。ただ皆さん、ちょっと注意していただきたいのが、それでは自民党の新しい総裁内閣総理大臣岸田さんは所信表明で何と言ったかということなんです。新自由主義的な政策を転換すると言いながら、その中身をよーく読んでみると全く転換しているわけではないということなんです。言葉の表面上はあたかも新自由主義からの決別のように見えますが、政策のプロである大田区議会議員私那須理恵の
私たちは市民連合大田の会です。19日公示、31日投票で地方選挙が行われることが決まりました。チャンスにしましょう。自民公明の政権を倒して新しい政権交代を実現しましょう。次に訴えていただくのは令和新選組の渡辺照子さんです。よろしくお願いします。大きな声を出して申し訳ございません。私は令和新選組渡辺照子でございます。この秋の貯金選挙と立候補予定でございます。令和新選組はまだまだ制度がございません。令和新選組元俳優、そして国会議員、参議院を一気に務めた山本太郎が2019年一人で立ち上げた政党でございます。その時生活をするため
性の割合は上がっています、増えています。こういう政策のもと、皆さん生活に余裕が生まれましたか？お給料が上がりましたか？貯金ができるようになりましたか？そういった方、私の知る限りでは一人もおりません。むしろ毎日の生活がだんだん苦しくなった、物価が上がっているのに給料は下がるばかりだという方ばかりで、それはなぜか。25年にわたるデフレなんです。日本は一人だけ先進諸国の中で唯一経済成長ができず、実質賃金が値下がりしている国なんです。働いてもなお貧しいです。もともと生活困窮、ギリギリの生活